なごもふうかです。今回は7つの習慣を紹介していきたいと思います。これを習慣化できればもうあなたの勝ちです。まず1つ目、私が一番変わったのは生理期間中の食事管理です。私はなんかダイエットを頑張ろうって思う時が生理前とか生理中だったんですね。ドカ食いしてるけど食欲がすごいやばいけど、なんか無駄に痩せたい欲もあるんですよ。なんかわかりません？なんか生理中なのに痩せたい欲がすごくなるな、やばいって感じで、それを利用して私は食べないことは絶対ないんですけど、いつもより卵を多く取ったり、あったかいスープを飲んだり、温野菜を食べたり、キャベツを入れてごま油にかけて食べたり、体を冷やさないようにしています。もちろん食欲もやばいじゃないですか。私もすっごいやばいんですよ。なので1日とか2日はもう好きなものをたくさん食べてます。このね、生理期間中を意識するだけで生理後も本当に簡単に痩せやすい体になってくるんですよ。2つ目、夕食を19時までに終わらせる。すごい夜型なんですよ。1時とか2時に寝るんですけど、絶対お腹すくから無理みたいな思ってたんですけど、これもまたびっくり、習慣化です。習慣化すればこの19時生活が当たり前になりました。でね、夜遅いお仕事とかの人もいると思うんですけど、お仕事前にご飯を少し食べて、お仕事後はスープだけにするとか習慣化すると、それも全然きつくないです。3つ目、顔のマッサージを朝クレンジングの時、夜のスキンケアの3回しています。で、私ズボラなんでボディクリームとかね、こうやって足でわーってした方が本当はいいんですけど、今は体を洗うついでにマッサージをしています。それがこの鎖骨をね、ぐーっとこうやって流してあげるのと、ここをね刺激すると顔のねラインが上上がってくるんですよ。本当にすごいよ、これちょっと上がるんですよ、ほら。あとはこのね二の腕、こうやってお胸にっていう感じで流してあげます。ここをほぐすのがめっちゃいい、顔もすっきりするから。あとは足のマッサージも一緒に、この3つを体洗う時に習慣化しています。二の腕って気づいたらめっちゃ太くなってません？わかる？こんな感じで。で、しかも痩せづらい。筋トレなしでマッサージをするだけで痩せにくい二の腕もすっきりします。はい、4つ目、梅干しの白湯を飲む。でね、こんな感じでちょっと見えるかな、シソと梅干しを入ったやつに潰して、これ昔からなんかダイエット感覚じゃなくて好きで飲んでるんですよ、この梅干しのやつ。今はお腹空いた時によく飲むようにすると満腹感が得られて私飲んでるんですけど、体調完全ドリンクって言われているドリンクで、効果は便秘改善、食後に飲むとデトックス効果がめちゃくちゃ高い、疲労回復と風邪予防ができる、そしてね肌にもいいんですよ、美白効果とエイジングケアができる。美白効果ぜひ試してほしい。なんか梅干し好きにはねめちゃくちゃたまらんと思います。普通のお水もすごい飲むようにしています。この間動画出したんですけど、水を1日2リットルって決めつけちゃうと嫌になっちゃうんですね。逆に飲まなくなったりするので、決めつけるんじゃなくてトイレの後とお風呂の前後に必ず水を飲むことを習慣付けするんですよ、ね、そうするとね自然と水も忘れずにこまめに飲むことができるので、本当にこのやり方をやってほしい。6つ目、これは本当にすぐ効果が出たんですけど、ひなちゃんが言ってるドローインっていうやり方、引っ込ましながらシューってするだけなんだけど、これをね私は家が階段あるので階段の上り下りするときに絶対するっていう習慣化をしました。例えばねドライヤーの時にお腹を引っ込ましながらとか、歯磨きながらしながらとかするのがいいと思います。前回の動画は1年前の動画なんですけど、これが1ヶ月前の動画です。私はこのドローインを始めてまだね1、2週間なんですけど、習慣つけるだけですぐ下っ腹がなくなりました。え、すごくない？で、あと見てほしいのがこの姿勢も改善された。すごい、すごすぎる、さすがです。最後7つ目、朝は
私は好きなようにご飯を食べます。でもパンの食べ過ぎとかは良くないんですけど、私はあったかいご飯よりも冷たいご飯を食べてるようにしています。で、夜は炭水化物を控えるようにしています。夜ご飯はご飯を食べる前に納豆とか豆腐を食べています。でね、めっちゃおすすめなのが豆腐とめかぶと納豆の混ぜ混ぜして食べるやつがめちゃくちゃ美味しいです。本当に食べてみてほしい。で、最後なんですけど、最近痩せたっていうダイエット方法です。で、合うか合わないか分かんないんですけど、そばダイエット聞いたことありますか？夕食普通に食べる時もあるんですけど、夕食をそばに置き換えるダイエットをしています。なんかやっぱり炭水化物抜きって言っても私は無理なんですね。普通のね、ざるそばかあったかいそばを食べます。それにネギと七味とか、七味は代謝アップしてくれるから、あとは生姜とかわかめを入れるようにしています。そばの痩せる理由が、食べても血糖値が上がりにくくて太りにくい、そして満腹になりやすい。それはマジでそうです。私はね、いつもこの入れ物で食べてるんですけど、これを 2,3 杯でお腹いっぱいになります。冷え性の改善、疲労回復、これも便秘解消、美肌効果。調べるとね、ニキビが多かったのに肌が改善されましたっていう声が多かったんですよ。私の親友もね、この数週間で3キロ痩せたって言ってたので、会う子には本当に効果があると思います。はい、こんな感じで運動ルールは私は一切決めていません。今みたいにやる気がわーってある時にする感じで、ほぼ食事の習慣化で痩せます。食べないじゃなくて、体に優しい食事をすることで本当に健康に10キロも簡単に痩せれます。はい、こんな感じで伝わったかな。みんなの少しでも参考になったら嬉しいです。で、コメントに目標とか、例えばダイエット成功した方法とかあったら、みんなで一緒にシェアして一緒に痩せましょう、みんなで。それじゃ、バイバーイ。